こんにちは、まやしです。今日はですね、こちらかなり独特な色合いの列車、機動車なんですけれども、見ます。 JR 北海道のキハ261系浜那須編成を作っていきたいと思います。こちらですね、先日に鉄道ニュースですね、リリアしました機動車でして、非常にですね、独特な色合い、派手な色合いの機動車ですね。もともとはですね、青を基調とした青と白の、まあ、皆さんおなじみのスーパートカチとかスーパーオーホラですね、特急機動車なんですけれども、今回ですね、多目的列車、観光用ですとか臨時列車、あとはですね、何かあった時の代走、まあ、代わりのですね、列車に割り当てるためにですね、作られた、改良された列車になっております。ですのでね、かなり多分今後導入されましたら、あちこちで見ることができるんじゃないかなとは。なんといっても、この特徴がこの独特のピンク色、すごく目立つね、色合いなんですけれども、実際写真で見た限りでは、印刷するよりもさらに鮮やかなピンク色、紫色になっておりました。で、ちなみにですね、この浜那須編成、もう一つ、不意になるラベンダー編成というのもありまして、こちらは本当にですね、綺麗な紫。この、スコッチの糊のですね、こういう感じの紫色の、ね、カラーデザインになっております。計画ではこの2両、浜那須編成とラベンダー編成2両を導入しまして、それぞれ利用していくと言われております。で、このですね、キハ261型なんですけれど、運転席が盛り上がっておりますので、こういった別のパーツになっております。別の先に作っていくようにいたします。2箇所ですね、折り目がありますので、こんな感じにね、Z 字型になります。で、今回はですね、底板ではなく、先にこちら側、この白いね、のり代を貼っておくようにいたします。で、ここですね、ちょっと難しいところがあるんですけれども、まっすぐに差し込んで、で、固定します。こんな感じですね。で、固定ができましたら、次はですね、こういった一番ですね、車両の下にある支えの部分ですね、こちらを固形のりですとかボンドなどを使ってまず貼っていただきます。ここまでできたらね、ほぼ完成なんですけれども、あとはこの部分、のりしろにボンドを貼って、ピタッと貼ることで、車体の形状は出来上がります。ボンドはね、できるだけ少なめに振るように振ると、ここにはみ出ずに綺麗に仕上がります。できれば両方ですね、同時に貼っていくようにしますと、こっちも歪みが少なくなりますので、先頭車の頭の部分ですね、おでこの部分、緩やかな曲面になってますので、こちら合うように少しずつしっかりと貼っていきます。こっちもですね、ちょっと細かいところがありますので、指が太い方、ゆっくりと行きましょう。しっかりと止めまして、
って冷めたら今度ですね、先頭の運転席部分、掃除板部分を折り曲げて貼っていきます。ボンドが苦手な方はセロテープなんか使っていただいてもいいんじゃないかなとは思います。でこんな感じですね。ちょっと形をね、指で整えて丸く仕上げてあげると雰囲気が出ますね。でほぼ完成なんですけれども、最後この連結目の部分をしっかりと貼ってもらうとほぼ完成になります。ちょっと貼りますね。はい、こっちも貼っていきます。一応ね、これとは別に中間車のデータもご用意してますので、よかったらね、作ってあげても面白いかなと思います。あと一つクーラーですね。屋根上のクーラーも水のパーツにありますので、こちらも同じようにですね、作っていきます。折る部分がありますので、こうやってカッターでね、しっかりと筋を切れないようにね、気をつけながら筋を入れていただくと、ここに手でパキパキっと折ることができます。こんな感じ でここまでできたら、もうね、あとはのりしろにボンドをつけてもらって、で屋根の上に接着と、はい、これでキハ261型アマナス編成が出来上がりました。ちょっと難しいところありますけれどもね、よかったら皆さん挑戦してみてくださいね。